で次、五時を整える。朝五時ということは、食べ物を整える、眠りを整える、身を整える、息を整える、そして最後に心を整えるということであります。でこれは末法の我々の生活においても大事なことであります。特に最初の、時期を整えるということは 大事ですと。あまり食べ過ぎると眠くなってきますし、あるいは胃病になったり、いろいろと煩わしい病気が出てくるんです。ですから食べ過ぎてはいけませんと、いけないと。かといって食べないのもいけないと。あら、あんまりダイエットだダイエットだっていうのもよろしくないと。また変、ほらね、さっき言った通りですよ、変色もいけませんと。やっぱりですよ、あのバランスいい魚も肉も野菜も穀物も果物も野菜言ったか、そういうもうやっぱりね、昔からやっぱり円満な食い方っていうものに重した方がいいってことですわ。ですから昔から腹八分目が良いと言いますけれども、いわゆる食べ方やその食べ物の内容等については中庸を得ることが大切で、これですよ、やっぱり中庸が大事なの。偏っちゃいけないんだよ全て。でこれが時期を整えることでありますと。次に眠りもその通りであります。眠らなければ休養が取れないし、眠りすぎるとバカになってしまう。眠りすぎるとバカになるんですね。やばいそう、そうっすか、まあ、そうですよ、そういうことですよ。で要するにあまり眠りすぎてもいけないということです。かといって睡眠が足りないと、これは万病のもとになりますと。まああの家系によって、遺伝子によってね、やっぱり適正の時間ってあるんですってね、家によって。でどうしても8時間寝ないとダメだっていう家系とか遺伝子の人もいれば、いやいや5時間か6時間で全然いいですよっていう、まあ、それはねなかなか人それぞれあるそうですよ。あの人が6時間だから自分も6時間でなきゃならんというわけにもなかなかいけない。でまた6時間でいい人が8時間寝ちゃうとまた体調崩すとかっていうのもあるそうですね。まあ、そこは、長年の経験値で、とにかく惰眠とさっきの死眠がいけないっていうことですからね。で次に身体を整えること。これは多くの方が生活の中で意識的、無意識的にやっていることです。いろいろな方法がありますが、これを適当に行うことです。これはね大事ですよ。やっぱりあのコロナ禍で実験してみたわけだ、コロナが始まったのが約2年ぐらい前でしょ。まあ、そうそう、それでその時は徹底的にもうその商材とそれから動画を作るだけに時間ができたから、やったーと思ってひたすらそれやってたら、思いっきりコロナ太りしちゃったんだよね。ほんでなんか心臓もやっぱりだんだん圧迫されるような感じになってきちゃって、また心筋梗塞の、なり始めみたいな感じになってきちゃって、いややっぱそうだよなと思って、でエアロバイクを導入して1日2時間はもう最低必ず漕ぐと。でその分結局動画の作る量が、まあ、減ったけども、やっぱりね、あの全体的な体調やいろんな意味バランス取れてきましたもんね。だからやはりね、この同じ仏道修行やるにも、いやその偏りすぎるのも良くないっていうことなんだね。やっぱりその長なるべく体調を整えて、一日でも長く生きて、そしてご奉公できる、ご奉公する時間が尊いわけですから、やっぱりそのガーって無理くりガーってなんか偏った信仰の仕方をして突っ込んで早死にするよりは、ちゃんと整えながら毎日のやる量が減っても、そういう動画アップとか、まあ尺幅の量、俺にとっては尺幅ですけど、尺幅の量が仮に減ったとしても、その長生きをできるような中庸円満なバランスのいい、そういう身体を整えていくってことはやっぱり大事だなと。だからぜひね、皆さん方も、まあそういうとにかく体を動かす、ある程度の体を動かさないと血液循環が良くなりませんから、血液と体液が循環しないと結局何らかの病気してきますからね。ぜひぜひ体を油と血をと体液をこう回すことをやってくださいよ。たとえ1時間でも、あの1日にそういうものを整えていく。芸家はやっぱり体を整えることは大事だと、おっしゃってるわけですからね。そしてそれから息を整える、これも気をつけていると生活上有効なことが多いのですと。
仏教では素足観といって、これに重要な修行の意義を説いております。また心を整えることは最も大切です。喜怒哀楽等の激しい感情を離れて、ゆったりとしたゆとりを持ちながら、あらゆる物事に応じられる自在の状態を保つこと等でありますと。これもですよね、この有頂天になりすぎて、また今度はちょっとしたことで怒って、でちょいとしたことですぐなんかメソメソ悲しがって、でちょいとまたちょいとした縁でまたパーって楽しくなってって、これはやっぱりね、その、激しいものはやっぱりあんまり良くないってことだね。もう何が起きても発風に侵されない、褒められようがけなされようが、そしられようが何されようがだよ。それから儲かるようが、貧乏であろうが、そういういろんなもの手に入ろうが失ったろうがって、それにもう動揺しない、このガタガタしない、そういうやっぱりおおらかな大きな心を持ちながら対処していくってことが、まあ、仏道修行をずっとこの続けていくっていうことにおいては大事な心がけになってくるんだよと。だから自分自身がそういう喜怒哀楽がものすごく激しくて、そういうところでいろいろ問題が起きてきそうな人、起きてるような人は、やっぱりこれも意識してご本尊にしっかりそこも是正をお願いして、在所消滅をお願いしていくってことですよ。そしてもういよいよ最後ですかね、そういう意味では全てにおいてやはり中庸中道が大事であります。やっぱりこれはね、だんだん年数経ってくると、信心して年数経ってくると、だんだんとじわじわっとやっぱり経験的にも分かってきますね。やはり仏道修行においてもあんまりこう偏ったのは良くないんだってことですよ。まあお前が言うなよって話ですけど、あのもっと昔は偏ってましたからね。やっぱり中道中庸、そして仲良くみんなと仲良くやっていくと、これがまあ自分の仏道修行の持ってき方もやっぱり中道中庸、円満に整えていく。高中においてもやっぱりその中道中庸が大事で、 あっち偏ってこっち偏っていうのはやっぱり良くないんだよね。全体のこう一番最大公約数を取れるようなところでみんなで愛はしていくと、こういうことが大事だと。でそういう五時を整える、超五時ということであります。最後に、その最後ですよ、五法を行ずる。行五法というのは欲、精進、念、絵、一心の5つでありますが、初めの欲とは仏道成就ということに意欲を持つということであります。この欲は先ほどの五欲という官能的な欲望と違って、仏道を進みたいという意欲であります。大切なことであります。これは本当ね、ここいよいよここはもう実際の仏道修行のこの要の話になってきますから、やっぱりね、一生の間に成仏をしたい、なんとかその、そういう境涯に到達したい、そして死ぬ間にせめて100人は釈伏したいとかさ、なんかそういうその強い欲を持つってことは大事ですよ。それがなきゃ本当に毎日毎日漫然とただただこの消化試合みたいに進行していくようではね、これはやはり本当のところの目的にはなかなか到達しないっていうのは言えると思いますよ。そしてそういう意味の欲はうんと持ちなさいと。その次に精進ということがありまして、これは怠らず寛断なく道に進むということであります。要はその何かあったらすぐやめちまうようなやつね。やるときはむっちゃやるんだけど、ちょいとなんかこけるともうすぐふてくされてやめちゃうとか、もうこの間が空いちゃいけない、寒暖なく何が起きても常にずっと押していく、そういう信仰が精進ですから、やっぱりそういうのも大事。それから念は心を集中し持続することであります。これもですよ、初めは一生懸命にやりながらしばらく経つと心が離れてしまうというようなことでは道道が成就しないのであります。これ多いじゃないですかね、魚の子は多けれども魚になるものは少なしとかさ、ね、だから、菩提心を起こすものは多けれども仏になるものは少なしとか、あるいは龍門の滝のようにね、10年に1人成仏することすら片しとかね、千万が一にも片軽べしとか、
要はそれはこれなんですよ。はじめまたね、この皆この教を、信じ始め候の時は、はじめは信心あり候なりとも、中ほどは信心も弱く、僧も苦行せず供養もなさず、自慢して悪見を述ぶっていう、こういうその最初はやろう頑張ろうっていう気持ちが、この時間とともにその綺麗な心というのがね、爽やかな前向きな、そういう気持ちが、なくなってっちゃって、で惰性に流れ、そしてやる気もなんかうせ、釈迦なんかもう本当に夢のまた夢みたいなね、そんな風になってっちゃうっていうのは、やっぱりこの念持続し、心を集中して持続するっていう、これはやっぱ自ら起こしていかなきゃ出ませんからね。待ってたんじゃ仏様はそこまであの手を尽くしてくださいませんよ。まあ、あの時として病気とか事故、怪我、経済苦、人間関係の不調和っていうようなことで目覚めさせてくださるっていうことはあるけど、そんなの出てんの待ってるようじゃ本当に時間が無駄なわけですからね。だからこの最後の項は本当大事だよね、これね、まずは一生成仏を遂げようというこの欲、そして精進、そして 念ずる持続、そして、次がいろいろな知恵をもって是非を選択し取捨する絵の必要性が示されてあります。まあこれはね、まさに末法は維新体へ、維新大へですから、知恵を持って絵に変える。だからこれはもうただただご本尊様を本当に真剣に信ずるということによって、今何が必要で何は必要でないのか、何をすべきで何はすべきじゃないのかっていうのは、おのずとちゃんと道が開きますよ。だそういう意味ではこの絵は我々から頭から絞り出すものではないと思っていいと思いますね。そして最後に一心、すなわち心を一つに定める、いわゆる情がありまして、このように御法を行ずることを言う、説いてあります。まあ、この、一つに定める、これもありがたいことにいろいろ考えなくていい、もうただただご本尊に一心欲見仏不二釈心妙っていう心でお題目を唱え、他に向かってこの南無法蓮経を語る、もうこれで情ですから、それはそれをただ、頻繁にやればいいってこと。あのもちろん事業の御名正代はまあ毎日ですけども、あの桁業においてもそれを頻繁にやることによって必ず心が仏道修行に定まっていくということになります。でこの25の方便行を進み行じていく目的は、結局字に訳して下を生ずるためとあります。字とは現実の修行たる25法であり、その下というのは 何の下かといいますと、中道の下なのです。中道ということは不可思議なる深い悟りであります。空家中円遊三体という信如の定理が示される通り、こういう円遊の中道に自然にその考えが入っていくというのですと。まあこれは本当に深いし、もう今まで結構この空家中については説明したので、各自がこれは体感体得していく話ですので、頑張ってくださいと、ともどもに一言じゃねえよ、俺だって全然わかんないもんな、こう空家中円遊三体。ただまあわかりやすく言えば、ご本尊様の中へもうまさにこの、境地明合してご本尊様と一体不二とさせていただく、もうこれがそのまんま空家中円遊三体ってことですよ。それでいいじゃないですか。そうなればもう万事よしと。で今の末法の人々でもいろいろとそういう意味から悟る必要性もある程度あるかと思います。だから今のね、この今話した25法というものをそれなりにやっぱり自分も自覚してどうすべきかを考える必要があるってことだよね。例えば先ほどの食事についても眠りについても、過ぎてもいけないし足りなくてもいけません。こういうのは心がけでできますもんね。あの欲求にただ任せてただただ突っ走っちゃうんじゃなくて、常にそうだそうだ、中庸が大事だ、過ぎるのも少ないのもダメなんだって常に思ってれば、大体この生活の中で整えられるものは結構あるってことですよね。で中庸のところに行って
置くことが中庸のところで行っていくことが、大事であるということから、仏法の非常に難解な中道の法理においてもだんだんと正しい下というものが生じていくという意味がそこにありますと。やはりその中庸中道を心がけて生活していくと、仏法の深いその悟りの面においても中道中庸がなんとなく体得していくということですね。そして